全国人民代表大会は、中華人民共和国の立法府。国家の最高権力機関及び立法機関として位置づけられる一員正義会である。全国人代や人代とも略される。なお、日本では全人代と省略して表記する場合が多い。全国人民代表大会は、立法権を行使するかに、国家の最高権力機関として、行政権、司法権、 検察権に優越する。中華人民共和国主席、副主席、国務院、国家中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院の構成員は全人代によって選出され、全人代に対して責任を負い、その監督を受ける。全人代は、省、自治区、直轄市、特別行政区の人民代表大会及び、 中国人民解放軍から選出された代表によって構成される。一般国民が代表を直接選挙するのではない。一般国民が直接選挙できるのは、研究以下の人民代表大会のみであるため、全人代代表の選出は、間接選挙となる。人民代表選挙は、中国共産党によって指名された候補に対する、信任投票となることが多いが、 研究以下の直接選挙では、複数の候補から選択する、差額選挙が行われることもある。いずれにせよ、指導政党である、共産党の原則的方針から根本的に逸脱する者が、人民代表に選出されることはない。天安門広場の生誕にある人民大会堂が、議事堂となる。大会開催中は、天安門広場周辺の交通や広場への侵入が、規制される。 全人代は、毎年中国人民政治協商会議と同時に、開催され、共に、了解と呼ばれて、全国レベルの重要な政治的決定を行うが、全人代と異なり政治協商会議は、諮問機関である。全人代は、共産党を中心とする、大会出席団、全人代常務委員会、国務員などが提出した議案や予算を審議する。時には一定の反対票や、 危険票が出る場合もあるが、議案や予算の秘訣に至った例は一度もない。現行の中華人民共和国憲法第59条により、全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊の選出する代表によって構成される。少数民族や衛生政党である民主党派の党員などの非中国共産党員も含まれているが、議席の 約70%が共産党で占められる。全人代代表選挙は全人代常務委員会が主催する。また、第60条は全国人民代表大会の毎期の任期を5年とする。代表の定数は3000人を超えてはならない。第12期全人代の議員数は2987人。各省、自治区、直轄市、特別行政区の代表及び、 軍の代表から構成されており、天ン,ント会長の馬加藤や石膏吉利空港、集団会長の李書福のような資産家も代表に名を連ねていることから、超富豪クラブとも呼ばれている。全国人民代表大会の常設機関。ここにおいて、主に立法や政策の決定がなされる。また全人代閉会中は、全人代が行使する最高国家権力及び、 立法権を代行する。常務委員会の構成委員は、毎期の第1回全人代会議において、全人代代表の中から200人ほど選出され、任期は5年である。なお、常務委員長は国会議長に相当する。中華人民共和国憲法第62条、第63条には、以下の権限が定められている。全国人民代表大会は1954年に、 制定された中華人民共和国憲法に基づいて設立された。文化大革命期の1966年から1974年にかけて全く開催されず、その後の混乱期も一回しか開催されないなど、全人代が機能不全となっていた時期もあったが、1978年の憲法改正以降は毎年開催されている。 現行の中華人民共和国憲法でも毎年1回開催されることが明記されている。1980年代後半から毎年3月に開催されるようになり、1998年以降は毎年3月5日に開幕していた。2020年の第13期第3回会議は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクを抑えるため3月の開催が延期され、 5月22日開会となった。全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた場合、または5分の1以上の全国人民代表大会代表が定義した場合には臨時に招集することができる。第13期前人代常務委員長の栗選書、ありがとうございます。